ぱりこれでしょ。安心する味、キャベツ炒めを紹介します。材料から紹介していきます。材料は2人前です。キャベツ1/4、舞茸少量パック、卵3個、ニンニクのすりおろし小さじ2/2、鶏ガラスープの小さじ1、ごま油小さじ4、塩コショウを用意してください。はじめにキャベツを切っていきます。キャベツが主役なので豪快に大きく切ろう。今回は包丁を使っているけど、手でちぎってもいいですよ。芯があるところは切り込みを入れてください。そうすることで火が通りやすくなるよ。次はボウルに水と塩を入れてキャベツを漬け込んでください。こうすることで浸透圧の差を利用してキャベツの水分を出すことができます。味付けの時に水分が出てびちゃびちゃになりにくくなりますよ。今回は舞茸の水分が加わる分、ぜひしてほしい作業です。舞茸は手で裂けれるから簡単ですね。卵を焼くので卵3個割って塩コショウを少々入れてください。キャベツに対して卵たっぷりを想定していますが、卵はそんなにいらないよっていう人は減らしてもいいですよ。よく卵をかき混ぜてシャビシャビになったら完成です。漬け込んだキャベツが10分経ったので水を切りましょう。ここで水をしっかり切ってくださいね。続いてはフライパンを用意してごま油小さじ2を入れてください。中火に設定してください。フライパンが温まったことを確認したら卵を全部投入しましょう。焼き方のコツですが、端と底がある程度固まってきたら卵を端から中心へ動かしてください。そうして空いたスペースに生の卵を流し込みましょう。数回繰り返すと出来上がりますよ。だいたいこれくらい火が通ったら器に移しておいてください。いよいよキャベツを焼いていきたいと思います。中火にしてごま油小さじ2を入れたら舞茸とキャベツを入れてください。慌てず全体に火が通るように混ぜてね。火が通ったら味付けをします。鶏ガラスープの素小さじ1とニンニクのすりおろし小さじ1/2を入れて軽く混ぜましょう。最後に焼いた卵を入れて卵を切りながら混ぜたら完成です。いただきます。この味この味、ご飯が進んで安心するわ。チャンネル登録、いいね、お願いします。それじゃあ、またね。